こんにちは。天場アカデミー堀秀夫です。今日は商品を安く売るとトラブルが増えるというお話です。LCC でね、中国人がトラブルを起こしたと。まあ、成田空港で、ね、LCC が飛ばないとなった時にね、えー、まあ、泊まる場所や食事を、えー、提供しろというのでね、提供しないと言ったので、 提供しないと言った、ジェットスターだったかなジェットスターですね。ジェットスターの、えー、従業員を、まあ、押したか、怪我さしたかして、まあ、警察が介入して、で、警察に連れてかれそうになったら、まあ、国家をうたって、えー、抵抗したと。ね、まあ、LCC が保証しないというのはね、これ、分かりきったことなんで、まあ、でも、過剰な要求をすると。 でもね LCC はジェットスターを3回ぐらい使ったかな。でそれと海外で、えー、名前を忘れちゃったけど、LCC っぽい、ね、ライアンエアじゃないけど、どっちかって言ったらね LCC よりの会社1回だけ使ったんですけどね。えー、やっぱりなんか、えー、雰囲気も良くないし、なんか過剰な要求、ね、過剰なクレームつける人がいますね。 私が乗ったのはどこだったかな確かフランクフルトに行くときに、えっ、ー、と、あれはリスボンからフランクフルトに行くときに乗ったんですけど、まあ、後ろで並んでる人がね、もうずっと下打ちしてイライラしてると。なんかね、えー、行列が長くて、遅れそうだったんでしょうね。まあ、早く来りゃいいんじゃねえのって感じなんですけど、 そういう意味不明なね、えー、周りもイライラさせるしね、えー、本人も、えー、能力を得たら大変なんでしょうね。まあそういう間抜けな人が多いです、正直。で、おまけにね、えー、小さな子供連れの人を優先して、えー、案内したら、まあそれに対して公平じゃないというのでね、クレームつけてた人もいましたね。 公平じゃないってね小さな子連れを優先するのは割と、まあ、普通のことだし逆にじゃあその小さな子がね優先されなくてぐずって泣いたらね周りの人みんなね、えー、遅いなってイライラしてるとこ余計イライラ募るわけですから、まあ、むしろそれは正しい判断というか常識だろうと思うんですけど、まあ、なんか、えー、LCC の乗る人には中にはそういう常識通じない人多いといるということですね。 飛行機のなんかわけのわかんないトラブルを起こすたびに思うのは、LCC トラブル多いねとね。まあもちろん普通のフラッグシップでもトラブルを起こしますけど、そうじゃなくてね、えー、わけのわかんない乗客のおかげでトラブルっていうのはやっぱ圧倒的に LCC に多いと。まあ、私なんかね、語弊があるかもしれないですけど、LCC で乗って旅行行けばね、えー、もう移動時間が苦痛でしょうがないしね、えー、乗るのも大変だし、乗るまでも苦痛だしね、まあ、旅のストレスが一気に増えると。 ね、まあむしろ LCC でしか旅できないなら旅行しない方がいいんじゃねえのというぐらいまで思います、まあ、そう書くとね LCC ファンの人に怒られそうですけどまあえー、本題はね転売なんで別に LCC をね、えー、どうこう使うなとかね、えー、いいもんだとかそういうことではなくて LCC がトラブルが多いようにね、えー、やっぱり安い 安く売ろうと、安くしか売れないもので儲けようとするとね、えー、トラブルに、えー、遭遇する率は非常に高くなります、まあ。日本のダイソーで100円で買える商品を10倍で売ると。1000円、誰が買うんだそんなのって感じなんですけど、まあ、売れるんですね。1000円どころか、えー、100円ショップで買ったものを2500円とかね、3000円、中には4000円で買う人もいます。そしてこういう商品はね、 えー、高く売れば売るほどトラブルになりにくいです。100円だろうなと分かっている商品をね1000円だの2000円だので、ね、買う人は初めからまあ高いとか安いとかあんま気にしない人なわけですね。で、LCC がトラブルに多いというのはなぜかというとやっぱり価格に敏感な人はが、ね、めついので少しの損も許せないと。ね で、高くても値段を切り捨てず買う人は、面倒なクレームをつけることが少ないと。要は面倒くさいと。クレームつける時間とかね、えー、やってるのは面倒くさいという場合が多いんで、まあ、高く、ね、え、これそんな値段で売れるのというのでう売る、売る、売れる商品を扱った方が、えー、トラブルは少なくなります。ねまあ、多くの日本人の人はね、えーまあ、安く売んないと文句言われるんじゃないかと思いますけど、 安く売った方がね、トラブルは増えます。ね安いから我慢するかっていう発想の人はね、えー、あんま安い、安く、安いかどうかっていうのをね、気にしないです。ね、むしろ、えー、高いの、トラブルがあってもね、高く買った人の方が、まあ、めんどくせえからいいかというふうになりやすいです。でね、ぼったくり価格でも売れる商品を探して扱うのがおすすめです。まあ当然ね、何でも安く売んなきゃね、悪だという日本でそんなことできるわけもなく、 アメリカでもね、まあ、一部そういう人は、えいるんですけど、ただね、えー、値段に敏感な人が最近アマゾン増えてきちゃったんで、まあなかなかそれもやりにくくなってきたと。まあところが、まあオーストラリアならそれが可能なんでね、えー、わざわざ、トラブルを、ま、トラブルになるし、利益もあんま出ないね、安くなきゃ売れない商品を扱うんでなく、えー、高くても売れる商品。 高くてもっていうのは、これそんな割高な値段で売れんかいなというようなね値段で売れる商品を意識して探すというのがねおすすめです。もちろん、まあ、どれがそういう商品だとかっていうのはね、えー、その普通の人はなかなかね、えー、そんな100円のもん1000円とか2000とか3000とかで買わないんで分かんないと思うんですけど、まあ、幸い私はね、えー、そういうのあんま気にせず買うタイプなんで、私ならっていう判断でね、判断するのが、まあ、 だいたい当たりますんでね、えー、商品、ね、仕入れる際は、えー、ご相談ください。まあ何しろね、価格に敏感な商品は本当売れないし、売れないから値段下げるとこのトラブルになるし、ろくなことないんでね、えー、高くても売れる。まあどうでもいい。値段に鈍感な人が買う、まあくだらない商品をいかに探すかというのがね、オーストラリア,ラリアというか、まあ転売で儲ける、まあ、効率よく儲ける、ストレスなく儲ける肝になりますんで、 ったくり価格でも売れる商品を探して扱うというのをね、意識してください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。